この世界からいなくなったあいつが僕たちの世界を変えたんだ。1年前に死んだミュージシャンのアキト、人付き合いが苦手なソータ。俺死んでんだけど。2人を結びつけたのはアキが残したカセットテープだった。お前しかいないんだよ俺のこと見えんの。お願い体貸して。ねえ朝が来れば。お前いいじゃんボーカル、アキの完コピ俺だよ。カセットテープが再生される30分だけ、アキはソータの体を借りてみんなに会いに行く。人の体で好き勝手しすぎです。あいつらとまたバンドやれるってこと？お前最高だ。怖い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 。優しさとか悲しみとか。やっぱカナがいないとな。あいつが一番いい顔するのは音楽やってる時だって。胸の奥がまだ痛むのなら重ねた手は。カナに言ったらどう思うかな、俺がいるって。信じないと思いますけど。思い出すのはその後。何言ってんだよカナ。アキはもういねえんだよ。忘れたくない。誰かと一緒に音楽やる楽しさも仲間も全部アキがくれたから。そういえば入れ替わりの時間短くなってる気しないか。もう一回だけでいい。お前の体貸してくれ。抱きしめていたいと。までの30分。